16銀行を傘下に持つ16フィナンシャルグループは後継者がいないことを理由に休業や廃業に追い込まれる会社の経営承継をサポートする新会社を M&A を手掛ける会社と連携して設立します今日はその締結式が行われました16フィナンシャルグループの池田直樹社長は1社でも多くの企業の存続を支援することが我々の使命であると決意を述べました